犬の顔を作ろうかなと、トイプードル風のネロンガっていう、なんでネロンガって言われるの、誰が考えたらこんなことね。専務と遊ぼう。こんにちは、 NMB48 の和田美優です。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします。はい、今日もよろしくです。そして広報くんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、イエーイ。今日も切れ味抜群でございます。そして今日はゲストに海洋堂の藤巻さんをお呼びしています。はい、よろしくお願いします。藤巻さん、以前専務チャンネルでジオラマの構図についてお話ししていただきましたよね。2度目の登場か。はい、でもみゆちゃんは初めて。初めまして、お願いします。造形師の人。造形師、はいはいはい、造形師ってもの、原型作ったりもの作る人ですね。すごい。で、指先が器用な人なんで、はい、絵も描けるんです。おお、すごいですよね。今日はみゆちゃんに動物フィギュアの作り方を。でも全体は大変なんだ。顔だけやったっけか。顔だけですよね。ということで、よろしく。恐ろしい。藤巻さんに喋らせてあげてもらって。前回もゲストで来ていただいて、はい、ほとんどね、あの専務が喋ってあったので。作りゃいいんすよ、この。作りゃいいです。作りゃいいんすよ。そうなんですか。はい、最初。材料の説明から、はいはい、お願いします。ちょっとしたいと思います、はい、これ粘土なんですか。そうなんです、これ火曜堂の造形師さんたちは結構ファンドを使ってますね、はい、石粉粘土です、はい、すごい使いやすくて空気に触れると固まっていくんですけど、はい、すごい頑丈で結構シンプル、はい、シンプルで使いやすいってイメージで、はい、これよく皆さん使ってますね。匂いますよ。あ、でも匂いはどうですか。知ってる紙粘土の匂いがします。そう、でもなんか触り心地はなんかどんな感じ。ハイチュウ。わかりやすい。そうですね、うん、はい、じゃあ今日これ使っ、はい、これを使ってあの犬の顔を作れる、作ろうかなって。この犬は作られたやつですか。この犬は、はい、あのちょっとこれの撮影の鼻がすごいことに、トイプードル風のネロンガっていう風に、はい、なんでネロンガって言われる。作れっていう風にあの書いてあったんで。あ、そうか、あのミュウちゃんがあのトイプードルを飼っていてネロンガに似てるっていうのを前回喋ったから、で今回はそれを作るということです。こんな化け物みたいな。あ、でもすごい可愛い、嬉しいです。似てます。え、持って帰っていいですか、これ。あ、藤巻さんに。え、やった、嬉しい。これピカチュウですか。そういうなんかね、ネロンガの背中が結構そういう風にだんだんになっておってたりとか、まあちょっと口が裂けてたりとか、ね、ちょっともう作りながら何やってるんだろうと思って。そうですよ、ね、僕何やってるんだろうと。二度と作らないと。まあ、はい、作ってみましょう。はい、とりあえずお願いします、はい、まずは作り方のポイントでどうやって作っていくんですか。まあ、こういう今日ちょっと用意したのが、はい、これもファンドなんですけど、はい、これ芯で、はい、これ芯になるものですね。これにファンドを持っていくっていう感じで、はい、今日作ろうかな。まず芯にちょっと水塗った方がいいです、はい、芯に水を塗る。なんでこれあの水を塗らないとこうちょっとくっつかない。新ちょっとこっちも貸してあげてもどんどん液晶で作って教えながらやってみ、やってみ。はい、ありがとうございます。水を塗るとひっつきやすくなるんですね。そうですね。なんかもうこれどうつけるの。ただ全部丸くするだけでいいの。もう一回あのもうこの時にちょっと犬の形態感とか、はい、ちょっとそういうのをもうこうちょっとイメージしながら、はい、やった方が。なるほど、想像しながらいいかなと思います。なんでもうできればもうどんどんここで、はい、ちょっと犬の説明もしたいんですけど。説明して、はい、はい、トイプードルって多分顔ちょっと短いですよ ね、 そうですね、きっとこう、はい、多分こんなこう横から、今横からですけど、はいはい、でまずやっぱここが一番大事かなと思います、はい、この一番頭部の量感というか、はい、これがしっかり出ないと、はい、やっぱその犬のこう形態感がこうなくなっちゃうんで、なんでまずこう芯、はい、まあ、芯もその意味もあって、はい、まずだから塊と、はい、あとまあこうちょっと鼻とかを、はい、だいたいこうこんなかなとか、はい、
あ、芯が頭の部分になるんですね。そうです、今日はちょっと そんな感じでも芯が頭ですね、はい、犬って結構ここがこうガクッと、ガクッと、うん、あ、オオカミとか多分こうもっとスッと、結構犬のところ、プードルも結構ガクッとなってるわけね。プードルは多分めっちゃガクッとなってます、ね、へー、僕はもうほんとスッとしたのが好きなんですけどあんまりちょっとそういうのを意識しながら、はい、まあ、写真見ながらでもいいと思いますけど、はいはい、むずいね、やばい、でさあ先生、これ耳はガラーンとしてるんですか？耳もそうですね、うん、多分トイプードルってなんかこうちょっとボブヘアみたいな感じで、あ、正面からですね、こんな感じの、おお、なるほど、僕もまあこんな難しいお題をさせるようにしたもんじゃ、誰が考えたよこんなことね目をどうするの？目を最初につけとくんですか？いや僕はね、やっぱりこう普通球入れるじゃん、丸入れるじゃん、そう、あ、そうなんですよ。ただやっぱね、あんまり目を、うん、まあ、ヘラとかでね、うん、食って掘ればいいと思うんですけど、うん、ただあんまりこう目鼻口にばっかりにならずに、こう目の周り結構筋肉あるので、まあ、こう盛り上がりとかをちょっと先にやりながらちょっと目の位置を決めていくっていう、すごい本格的ですよ、難しいね、みゆちゃん作れる？なのでこんな難しいことをさせていいのかって、はい、ちょっとこう、もうこの時点で、すごい、ちょっと犬っぽくなってきてるかな、ぽくなってくるんじゃん、ほんまや、もう藤巻さんのやつ、その犬になってきてるよね、もう犬に見えますね、え、どうしよう、専務、あ、でも、まだ専務どんなんですか？まだまだこんなんです、今盛り付けて初めてね、藤巻先生のお話を聞いておったので、でもね、お花の部分が盛り上げろよということなんで、基本的にはやっぱり大きなところからですよね、行った方がいいと思います。大きなシルエットとか大きい形、例えば耳も、まあ、はい、もう別でいいので、はい、こうやってちょっと耳の形こんなかなって、耳ってめっちゃうまい、ね、めっちゃうまいね、指先力やっぱりね、伊達に指力がね、普段どういうの作ってるんですか？気持ち悪い、なんかベロベロの歯の恐竜とか、恐竜が好きだね、そっちの方が難しくない？確かに、確かに、うん、化け物好きな人は化け物が得意なんですよ。あ、へ、体に化け物が染み込んでるんですよ、こいつ。そ、僕が化け物みたいな化け物イメージするの難しそうですね。いや、化け物頭の中いつも化け物のことしか考えてないですよ。そんな人なんですか？そうなんですよ。どうですか？なんか変です。あ、でも、はい、あのちょっとね、水が多い、あ、わかりました、ちょっとあんまつけずに、はい、で最初にやっぱこのさっきのこのガクッとした、はい、この面を、はい、まあ、この面、この面って感じで、ファンドなんてさ、私は20年ぶりでぐらい、日頃その模型とかでファンド触るなんて、あんたね、やらないんですか？当たり前、ファンドなんか使うのはちょっともう原型を作る人の仕事ですよ。あ、ちょっと別ジャンルになるんですか？そうそう、でもファンド触る楽しみなんてないわって。いやいや、そんなことないでしょここから見ても藤巻さんのトイプードルの形がすごい分かりますよ。トイプードルってそんな鼻長いのか？いや、ちょっとね、ごめんなさい、あんまり、ここから見たらみゆちゃんまだショートケーキです嘘でしょこれどうかな。そして専務はひたすら自己流で先々進んで張り込んでる。まあでも本当自由に、これ使っていいってことですね？あ、そうです、それ使わないとダメですよ。あの、例えばこういうふうに鼻この辺かなとか、はい、細かい作業ですね。でちょっと口もこの辺かなとか、すごい、ちょっとこうちょっと話しながら、こう様子見ながら、はい、でね、口ももうビーって引かないで、先端とちょっとこの口元とかをちょっと深めに、うわ、すごい、なんかもうまだ 目が完成されてないのに犬に見えるんですよ。骨格だけで犬に見えるんですよ。これ多分トイプードルにはならない。え、まあ、今何になろうとしますか？犬のどれか、犬のどれか
それできてのお楽しみということです。いやもうムカムカくるわ。こうやないやろうって自分で思いながら勝手に指が言うことを聞いてくれてないので、目の筋肉の部分を、うん、にはどう作っていったらいいんですか。多分急に目をグッて掘ると、うん、もうすごくわざとらしくなっちゃうと思うので、ちょっと周りのこの筋肉のなんとなく膨らみとかをちょっとイメージしながら、遠くからちょっとずつ削っていくってことですか。周りから攻めた方がいいかな。周りから攻めるんですか。あとこのこめかみの部分とかも、はい、ちょっとグッとつまんだりして、こっちの面とやっぱこの上面とかを、はい、でやっぱしっかり意識した方がいいかもしれないですね。はい、筋肉のくぼみってどう、押すってこと。なんとなくこう、はい、らへんをちょっと作ったり、すごい、めっちゃ綺麗。ちょっとこう周りからこう、はい、ヘラでなんとなく、まあ目この辺かなみたいな。難しい。そうですか。この辺が結構難しいかな、はい、あんまりなんかそのうまくやろうと思うこの YouTube 見てる方でも全然全然やってください。これは家でね、うんうんうん、時間を忘れて、うん、ほんまこれやりだすとなんぼでもやってられるから困るんですよね、はい、そうですね。確かにね、こういうことをやることでこの楽しさっていうのは心が落ち着くというか、そんな集中できておしゃべりなくなっちゃいますよね。そうですかね。完成しました。イエーイ、はい、ではまず、はい、みゆちゃんからお願いします。はい、私が作ったのはこちらなんですけど、私の飼ってる犬はなんか眉毛があるので眉毛をつけました。で、ご飯食べてる時はニコニコしてるので笑顔でのバンちゃんです。いや、でもいいですね、お花の感じ。まあ、やっぱり実際飼ってらっしゃったりとか、ね、まあ、そういう眉毛がうちの犬はあるとか、はい、まあ、そういうポイントがあるといいです。やったー、おー、すごいすごい、はい、じゃあ続いて専務の見せてください。団子みたいになって思った。すごい、でも、こういう感じでございます。まだまだ全然なんかもっと伸ばしたい。なんやこれ、丸くなりすぎてメリハリつけんとか、あ、イラ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 ちゃうちゃうと言いながら、でもシルエットが、いやいや、うん、今こんな感じになりました。ちょっとワイルド な, いや な, なんかちょっと年いってはるんですよ、ね、でもいいですね、はい、いやいやいや、お恥ずかしい限りでも、うん、うわー、すごい。ということで大先生、はい、いや、本当に全然、わー、さすが、やばい、うわね、やっぱりさすが指先よくあるよね。あんまりやってないんですけど、すごい、やっぱ違うね。さすがですね、うん、ラボ。シワがない感じがする。うん、そうです、あんまりシワとか、ね、はい、綺麗なやってもでも本当これほら黙々と作ってる間楽しいですよね。そうですね、モモになってね、でこうパンととにかく安いですし、ね、使おうと思ったらすぐ使えるんですよ。バーってやって、そうね、これがやっぱ素晴らしい。確かに粘土では昔よく遊んでて、久しぶりに遊んで楽しかったんですけど、これこっち持って帰ります。これじゃなくて、え、はい、自分で作ったやつじゃなくて、これはちょっと、はい、下手くそすぎる。いやいやいや、それは味があっていいですよね、藤巻さん。いや、横に置いといたから、なんだろう、粘土作った第一郎みたいな。作った当時、はい、なんかなって思っても、はい、時間経つと、はい、なんかあの頃の自分がこれ作ったんだとか、なんかこう時間が経つとまた違って見えるので、わかりました。ぜひ自分の作品は撮っておいた方がいいと思います。実家に置いときます、はい、実家に置いときます。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。全部最後に締めの一言お願いします。はい、いや本当に自分でやってみて、人のやつはいつもボロカスに言うてますけどね。いや、造形はほんまにやっても楽しいっすよね、うん、みんなでやりましょう、うん、はい、指こんななっちゃうよ。いや、本当にすごいね、みゆちゃんね。はい、真っ白です。これが、はい、今日の楽しさです。ハンドパワーです。はい、はい、ありがとうございます。すごい真っ白っす。